でもやっぱり今日はなんて言ったって初日の出ですよね。読むってなったら初日の出か。でも今検索した感じだと初日の出もありましたけど、初日それでもいいらしいです。結構初日もあるそうです。いや考えてくればよかったなって思って、だいたいあの番組前全然忘れてるんですよね。なんでだろう。いつもここ座るとだんだん時間が近づいてきて、まずい読まなきゃみたいな忘れてた。何にしましょう。初日のでか。それでもさっき急いで考えたのもあって、一旦初日のでね、初日ので期待に胸を膨らませ。ちょっとでもこれじゃああまりにもなんかまんますぎるかなって。あでも一応あんまり見られそうになかったにもかかわらず見られる期待がだいぶ高まってきたじゃないですか、こんなに晴れてきているので。っていうことでちょっと新年っていうことで、2024年どうなるのかなっていう期待も込めつつで、期待に胸を膨らませにしたんですけど、ちょっと普通かな、まんまやなって、本当まんまやんなうん、工夫がないね。そうですよね、ビギナーっぽいって言われて、どうしよう、ベタや、どうしようどうしようどうしよう、ひねりがない、難しいですよね。なんか洒落たこと言いたいですよね、新年パワーアップして。あ、待ちわびるとかね、いいコメント。でも中の句どうするの。待ちわびる、初日に、うわ難しくない？初日の出にするか、初日にするかも難しいんですよ。初日、あ難しい日に、難しいですね。期待とか希望とか、ちょっとそういうポジティブなワードを、昨日ちょっと あまりにも心配性な私の一面が一句に出てしまったのでそう、私めっちゃ心配性なんですよ。全体的に一番考えられる中での最低のことを考えとくんですよ。そう、そしたらなんかすごいもうちょっと明るくしようよってなって、あそうだよなと思って、だから今日は希望とか期待をね入れたいなと思うんですよね。あでも待って、一回これ一句だけ読んでおきます。で初日の出見たらもう一句ね浮かんでくる、うん多分見たら浮かぶんだおのずとなのでちょっと見た感じのまた一句を読みたいと思います。一回これでね、まだ見えてないけど期待してるよっていう思いを込めて、一句にしました。あいいじゃんいいじゃん、はい、初日の出期待に胸を膨らませ、楽しみだなっていう気持ちと2024年どうなるのかなっていう期待をちょっと掛け合わせてこちらの一句にしました。一回ね、一回これでいきます一旦これが控え選手新年一発目、まあでも2024年はたくさん読めたらねいいですから、たくさん読みましょう。あそしてこちら、あかわいいまあ悪くないんじゃない、こう無難なあれかもしれないけれども、今日の一句悪くないと思うんですけれどもね、初日の出期待に胸を膨らませ二の尾ということで、ちょっとほら楽しみにしてる期待感あふれる感じの太陽も左上に乗っているじゃないですか可愛いですね、いいですね、いいんじゃないですか、チャラい確かにでもなんかこういう感じのウキウキワクワク感がいいですよね。ワクワク感、そうワクワク感出してくださったということですね。ワクワク感がすごい出てますし、昨日ネガティブだったから今日それ覆すくらいのポジティブでいかないと、このくらいの陽気さがあってもいいのかなって、いやそう反省したんですよ昨日。すごい披露してから結構みんなに暗いなって言われて、そうだよなって、確かに2023年ずっとそうやってね考え事してた気がするので、2024年は明るくね、明るく前向きに、まあ、明るい性格ではあるんですけれども、ついつい心配性な面が出てしまうので、ちょっとこうね楽観的に捉えられるようにね、そうしていきたいなっていうふうに思っておりまして、ちょっとこのくらい陽気な感じにいきたいなと思います。
さあ、ということで今日の一句も披露させていただきましたけれども、またね、初日の出見たらね、一句読みましょう。皆さんからの一句もお待ちしております。あ、まずい、忘れてた。ぜひじゃあ本年も俳句部の部活動の活動の方もどうぞよろしくお願いしますということで、昨日は部員がですね、どうやら一句をして締めてくれていた。うちの部員のですね、山口大先生がいるんですけれども、なんか大晦日の夜にですね、一句読んで締めてくださってたみたいなんですよね。朝に向かいまして部長がここで一句俳句染めをね、さっきしたんですけれども、じゃあ実際に初日の出を見て一句。そうね。そうね。あ、オッケーオッケー。難しい。ちょっと待って待ってね。今一生懸命頑張ってますからね。今一旦ね、一旦ね。もうちょっと待ってね。難しい。中の句と下の句はできたんですけれども、まだ上の句ができてないです。いやー、美しい。はい、いきます。ここで一句。いきます。美しき初日の輝き胸宿す。よよ。美しき美しき初日の輝き初日の輝き胸宿す。結構この短時間で出すのすごくない？はい。先ほどの今年の抱負で輝く一年にしたいということで、輝くという一文字を、書いたので、その輝くを取り入れた一句にしたいなと思って、で初日の出も すごく輝いてたと、さっきねコメントを残したので、あ、そこから初日の輝き、中の句が一番最初に決まって、それを忘れずに1年胸に刻んで自分も輝く1年にしたいなと思って、胸宿すにしたんですよ。でそしたら上の句がなかなか決まらなかったんですけれども、やっぱ見た1つ目の感想がやっぱ美しいということで、この美しいね初日の輝きを胸に宿して、自分も輝く1年を美しく過ごしていきたいということで、美しい女性になるぞ。いいんじゃない？結構満足してるんですけれども、どう？いかがですか？結構上手な気がするのは私だけですかね。いや、っていうかこんなに晴れると思わなかった、正直ね。そうですよね、かなりいい初日の出見られていますよね。上層にも雲ほとんどないですし、下層雲ありましたけれども、この雲星の初日の出がやっぱりねいいですよね。あ、見てこちら、はい、美しき初日の輝き胸宿すということで、ちょっとスクショしてほしい。いいですか、ちょっとみんなにスクショを頼んで、ちょっと待って。自分モニターで確認してスクショタイム、はい。みんな後で送ってください。OK OK ということで、勝手にスクショタイムを設けましたけれども、後で自分でも振り返ってスクショしよう。嬉しいですね。いや、よかった、うまくいってよかったです。結構一句も満足してますし、はい、素晴らしい。いや、いいですね。はあ、ほっと一安心です。
昨日仕事納めして本当に無事終わってよかったって、もう全身の魂が抜けていくくらいですね、安心したんですけれども、もうすぐ明日が待ってるわけですよ。なので明日どうなるかな、大丈夫かなと思って緊張してたんですけれども、この綺麗な美しい初日の出が見られてもう大満足です。よかった。またほっと一安心、胸をなで下ろします。